おはようございます。お食事をお持ちしました。失礼します。朝食のお支度をいたします。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。私たちにどんな印象を持たれたでしょうか。はい、誰が一番気になりますか。ジョークでもみんななんて言わないでくださいね。私たちとあの子たちは別なんです。ドクター、あの子たちと関わってはいけません。あの子たちはコムニオンの子供なのです。この島で育てられ、この島以外のことを知らない子たちなんです。あの子たちにとって旦那様は本当の意味での主人ですから。仮にあなたを殺せと命じられれば、24時間あなたをつけ狙い、あらゆる手段を用いてその目的を達成するでしょう。申し訳ありません。でもこれは事実なので。ありがとうございます。これぐらいなら問題ないはずです。はい、どうぞお召し上がりください。しないのですね。今日は日曜日です。この後祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。
お待ちしてます。ドクター、いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター。ボンジョルノ。トマトにも弱いよ。ドクター、おはようございます。はいです。ミサはとても大事なことだから。よう、珍しいな。こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。ミサへご参列いただけるとは。はい、この私がミサを司ります。どうしました？そうですか。では本日のミサを。そうですね、昼過ぎまでは。もちろん構いません。それで結構です。父と子と聖霊の御名によりて、アーメン。神よ、私は罪を犯して
心から愛しているあなたに背いたことを深く悔やんでいます。巫女イエズス・キリストが十字架の上で流された御血によって私の犯した罪をお許しください。お恵みによって心を改め、再び罪を犯してあなたの愛に背くことのないよう決心いたします。天の意図高きところには神に栄光、地には善意の人に平和ある。我ら主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝し奉る。神の主、天の王、全能の父なる神、主なる御一人、イエズス・キリストよ。神なる主、神の子羊、父の御子、世の罪を除きたまう主よ、我ら憐れみ。世の罪を除きたまう主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。父の耳に座したまう主よ、我らを憐れみたまえ。主の御聖なる、主の御王なる、主の御意図高し、イエズス・キリストよ。はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき。ご見学ありがとうございました。ご感想はいかがでしたか。それは何よりです。願わくば次のミサもご参列ください。お待ちしていますよ。ドクター、ずいぶん疲れた顔してますね。彼は司祭服を着ているときは聖職者ですから。怒らせると怖いですよ。
そうか。私、寂しくありませんから。確かに、お前は以前のように屈託のない笑顔を見せてくれるようになった。それもこの数日でだ。お前にその笑顔を取り戻させたのは、あの東洋人の意志か。なぜこんなことになるんだろうな。いましたね。聞いていたのですね。祭壇の前お入りください。どうぞお入りください。国会をお聞きしましょう。それで、あなたはヘレナをどのようにするおつもりですか。あなたには選ぶべき4人の娘がいるはずです。ヘレナはその中に含まれておりません。あの娘のことはお諦めください。少々お待ちください。もう一度言う。エレナは諦める。場所は汚したくない。
ほどヘレナが気に入ったか。誰よりもヘレナを愛している。今まで育ててきたものとして、来ると思ってたよ先生。
日本人だってな。日本人にはよ、言いたいことがいろいろあるんだよ。おい、ちょっと待てよ、こら。せっかちな先生だ。話を聞いていった方がいいと思いますぜ。あのガキのことでちょいと相談があるんでさ。おっと、聞く気になりましたかい？どうもこうも、あんたがマナをお気に入りだっていうもんだから、こっちでおいしい話を用意させてもらったんでさ。そいつはいいや。そりゃ気がつけなかった。なるほどね。あんな小汚い娘でもそんな使い道があったかい。さすが先生だ。考えることが違いますぜ。安心してくださいよ。そんなケチケチした話じゃねえんで。ここじゃちょいと場所が悪いんで、今夜夕飯が終わったら俺のねぐらに来てくれませんか。マナを迎えにやりますから庭で待っててくださいよ。せちゃありがたいね。きっとお気に召しますよ。キャー！
ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせると、イタリア人のジョークはもう一つ深みが足り、イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね。ごめんと。ドクターとはこれからも楽しく食事できそうだ。次は君の方からジョークを聞かせてくれっかね。Thank you.
おお、先生、待ってましたぜ。まあ、汚いところですが、自分の家だと思ってくつろいでください。ちっ、世話しねえ野郎だ。あんたがそんな態度だと、俺は不機嫌になっちまうぞ。いいのかい、先生。そんじゃ俺は誰かに八つ当たりするしかねえな。あんたのせいで今夜はすっきり眠れそうにねえや。誰かさんを思いっきりぶん殴るとかしねえとよ。もっともこの家には俺ともう一人しかいねえがな。まあそう怖い顔しないでくださいよ。せっかく酒も用意してあるんだ。今夜はゆっくり楽しみましょうや。中に入ってくれますかい。上出来でさ。大体おめえら日本人はだな。まずい酒だな、チキュー。電柱が殺しても殺しても湧いて出てきやがったのはおめえらがサボってたせいじゃねえか。あいつらどいつもこいつも東洋人の面してたぞ。どうして俺らがシベリアの奴らと戦わなきゃならねえんだ。何のための同盟だと思ってんだ。え、クソったれが足を引っ張ることしかしやがらねえ。おい、酒がねえぞ、こら。しかし、まずい酒だな。先生、飲んでますかい？あんた、よくこんなもの飲めるね。にゃ、にゃ、酔っ払っちまえば、なんでも同じってこった。さ、もう一杯行きましょうや。え、なんだこりゃ、空っぽじゃねえか。おい、早く次持ってこい。あ、そこでボサーと突っ立てんじゃねえ。なんだってよ、このクソガキ。すいませんね、先生。このガキに先をかっぱらせたのが、とんだ間違いだったみてえですな。まあまあ、今日だけは多めに見てくださいよ。何しろこの連中と来た日には酒を一滴も飲まねえから、いいもんと悪いもんの区別もつけえしね。てめえもこの馬のしょんべん飲んでみやがれ。先生もどうですか。
きりしますので。これはまた随分このガキにご執心のようで。こんなことってのはどんなことで？じゃあ警察にでも届けますかい？私は構いませんぜ。もっともそれを旦那様が心よく思うかどうかは分かりませんがね。ふん、そりゃどういうことで。何をずれたこと言ってんですか先生。あんたの周りにいるメイドだって似たようなもんでしょうが。その辺のことはどうにでもなるんですよ。それに先生の言う国際問題ってやつ、どっちにしろこのガキには関係ねえことですぜ。こいつら密入国の難民なんで、海を渡って逃げてきたんですよ、東から。そういうことでさ、今イタリアじゃこの手の連中が溢れちまってえらいことになってんの知りませんかね。はっきり言ってこいつらがどこでのたれ死にしようが警察は見向きもしねえ。かえって厄介払いができたって大喜びだ。にゃそこで相談って話になるんですがね、いいですか先生。このガキ買い取ってくれませんかね。実は私もいい加減この島に飽き飽きしましてね、このガキこき使うにはちょうどよかったんですが、先生がそれなりの額を払ってくれるなら用済みってことで、私はその金で南米にでも行って余生を過ごそうかと思ってるんですよ。へえ、とぼけちゃいけませんよ。あんたがもらう報酬の額面は聞いてますぜ。そいつのほんの半分ほどを渡していただければ、このガキはあんたの持ち物ってわけだ。へっ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 、私は慎み深いんで全部と言わないとこに良心を感じ取ってもらいたいです。どうです、悪い話じゃないと思いますがね。
先生ならそう言ってくれると信じてましたぜ。入金はスイスですかい？ならこっちでうまくやりますよ。ただね、この話は3日後まで待ってほしいんでさ。あんたが旦那様に気に入られるかどうか、そいつが決まるのが3日後なんでね。それによっちゃあんたのギャラもほらいろいろあるだろうし。そいつはもう心得てますさ。いい取引でしたね、先生。なんなら手付けにあのガキ味見してみますかい？やったいけねえや、これが。ちょっと悪酔いしまった。何ジロジロ見てんだよ。なんだって？何しやんだ？俺に触るんじゃねえ。虫爪柱、とっとと帰れ。うるせえんだよ。